かつて義彦という勇者がおった。義彦は屈強な仲間たちと共に魔王を倒し平安をもたらしたのじゃ。我々はもう悪の手によって滅ぼされるのをただ待つだけなのか。勇者義彦の血を継ぐ者がおるというのは本当か？本当だ。そなたはその剣を持ち、屈強の仲間たちを集め、何者かが持ち去った悪霊の鍵を手に入れ、魔物を再び封印するのじゃ。この世界に平和をもたらすため、勇者よ、再び旅立つのじゃ。やだ。え、なんで？ああ、天におられまする仏様よ。魔物の影が間近に迫り、今やこの村は滅びゆくのを待つばかり。その姿を現し、この村をお救いたまえ。じゃあ義彦とその仲間たちを生き返らせます。いいですか？いい？うん。なんなんなんな。お前が魔王を倒してから時は流れ、魔物たちの封印を解いた者はその者を探し出し、悪霊の鍵を取り戻すのだ。ここは何か見覚えがあるような。また長い冒険になりそうですね。だろうな。義彦と申します。太くなりましたか？急いで、ゆうひよ。元に戻せよ。おい、こっち来て。やだ、コリ。そう名付けたコリ。微妙ということではないかなと。全く感じない。よし、抱っこしてやる。男は黙って立ち読んだ。剣を挟みに持ち帰って。バカ野郎。ただし仏の顔も三度バカ。僕ってば攻略本じゃないぜ。行ってみようかと。ちょっとなんだよ。ボクシングを極めた私もぜひご一緒に的を射ることができるのですよ。お前たちが持っている食料全部いただこうか。殺されたくなかったらありったけの食料だじゃ。俺は組み合うと体から変な匂いがするぞ。いいのか？俺はお前を倒しててっぺん取るために修行してきたんだ。さっさとこっちに飯をよこさないとお前ら死んでしまうような目に。勇者ね。あそこも勇者か。あの恨めしやとか言うけどさ、あの誰も恨んでないから安心して。あの一応決まりなんで。助けてください。あー、泣かした。はい、一丁上がり。お前は強くなった。泣いて泣いて泣いて。皆さんこんにちは。私本当は美しいのです。今日はハンコはあげられないな。ここはルイーダのお店。本当にこの世のどこかにあるのかの悪霊の鍵。仏は頼りになんねえしな。早く見つけないと。ああして人の心にまで悪霊は宿り始めている。戦うのみだな。悪霊退散。この鍵が悪霊の鍵ならばこの旅は終わりだろ。悪霊の鍵見つかった？